します。まずは、ね、簡単な自己紹介をさせていただきます。私がナイツの花輪です。よろしくお願いします。花輪さんでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして相方の土屋です。覚えてないでしょ。じゃあ完璧見たでしょ、はい、覚えてくださいよ、まあ、出会ったの大学時代に出会いましたね。我々ね知り合ったの、ね、同じ落ち研なんですよ。落ち研の先輩後輩でね。わかります落ち研って。落ち研落合信子研究どんなサークルだよ、はい、いや 何4年間研究するの。そのサークル落合信子です。しないです、はい、せめて広光を研究して、はい、いやいや落語研究会、ね、落語研究会なんですよ。学生時代よく2人で遊びに行きましたけどね。まあまあよく行って、もうカラオケによく一緒に行きましたね。カラオケぐらいしかね、うん、こう近くになくてね、まあ、その当時シャブ&アスカが全盛期。チャゲだよメロ。ちょっと分かんなかった。正月からちょっと分かんなかった。ちょっとすみません。しかもやってない方がシャブになってるバカじゃないの。いまだにカラオケもねよく行くんですけどね。あそうなの。一人カラオケなんかよく行きますね。一人カラオケもね、うん、よっぽど好きなんですね。あの昨日も友達と一緒に一人カラオケ行ってたんですけど。一人じゃねえだとしたらその友達は何人じゃないのかな。あのね若い女性の歌なんか歌いますね。あそうなの、うん、女性の歌なんだっけ。名前忘れちゃったけどあの人。いやもう早速忘れちゃってんじゃないね、うん、西野かな、うん、偶然当たったのなんだっけな。ちょっと忘れた。たまたまフルネーム当たったでしょ。 ね西野かなね。あとキャリーパンツ。いや噛みすぎだろな。すごい噛み。大丈夫ね。下爆発したんじゃないの。やっぱり昔の人が好きだな僕は。ああそうなの、うん、まあ、昔の人もいいですよね。あのコンプレックスって知ってますか皆さん。コンプレックス、まあ、結構懐かしい ね吉川浩二と布袋寅泰がユニット組んだんですよ。そうですよね。その2人、伝説のユニット、僕はあの恋を止めないでって曲絶対カラオケで歌いますから ね、うん、スタンラン今夜のためないんでん。トンラントントントンラムラムテヨンゼンカンラム。固定が強すぎんだろ。いやそれメインボーカル吉川浩二の方だからギターの布袋さん強すぎますよそれ。完全に布袋だもん最初から最後まで。僕布袋すぎるから。あと最近だとダパンプなんかも結構好きですよ。あでもね去年も大流行しましたから、うん、カーモンピンピン布袋になってるベイビーから先が布袋になってるの関係ないから、まあ、我々世代はね、うん、あのアムロファミリーが全盛期でしたからね。小室ファミリーでしょ、はい、でアムロちゃんもいたけどね、うん、やっぱり TRF なんかカラオケで絶対歌いますね、はい、小室プロデュースと言ったら、うん、カラオケでね、うん、ボーイミーツガールって曲なんか絶対歌いますからね、そうですね、まあ、これも懐かしいですけどね、うん、ボーイミーツガール、TRF それぞれのって曲、うん、この時のね小室さんすごかったですから。あとあの寒い夜だからって曲もすごいヒット曲多いですやっぱりね。寒い、うん夜だから。メロディー一緒だろ。これすごいヒットしましたよね。ボーイミーツガールに釣られちゃってるから。あとのクレイジーゴナクレイジーって曲もヒットしました。これもねヒットしました、うん、クレイジーゴナクレイジー全部一緒だろ。すごいヒットしました。どんだけ強いのボーイミーツガールがね。あとマスカーレードって曲も大好きなんですよ。名曲ですよマスカーレード、うん、それは大丈夫なんだそれは釣られないんだね。マスカーレードはボーイミーツガール、うん、あ逆にあんな強かったボーイミーツガールがね負けたんだマスカレードに。でもやっぱり小室ちゃんの曲が一番好きです。安室ちゃんねだから、はい、うん、やっぱりね、うん、Can you celebrate じゃないですかね、うん、まあ、やっぱね安室ちゃんって言ったらこの歌でしょ。だって未だに観光総裁の時にこの曲本だけだよあれは使われますもんね。も葬式で一回も聞いたことねえわあとあの Don't Wanna Cry って曲もいい曲なんですよ。安室、ね、まあ、ちゃんもヒット曲多いから Don't Wanna Cry、うん、また釣られてんのよ今度 Can you celebrate に釣られちゃって。 Can you celebrate マスカレードの方が強いすごいです。マスカレードが強いねえ。布袋の方が強い。布袋が最強という、まあ、そんなねこれはカラオケ大好きな我々の漫才を今から見ていただきたい。始まってなかったのかよ。いい感じでしょ。どうもありがとうございました。